では、まいります。大丈夫です。大丈夫です。急に戻っちゃった。大丈夫です。あ、歌ってる。テイクオー営業パパの1、2、3。営業やコミュニケーションが楽しくなるヒントがここにある。営業の学校の松哲こと松本哲弘です。実はここだけの話、営業界の松岡修造とも言われています。今まで誰も教えてくれなかった心を楽にすることや営業スタイル、毎回セールスコミュニケーションが楽しくなるテーマをお届けします。さあ今日のテーマは、内気な性格の営業マンの方が結果を出せる3つの理由。あ、内気な方がいいの？はい。あ、内気な人営業マンしちゃいけない。皆さんちょっと今日ハンドいくんだよね。はい、メモとペンの準備はできましたか？はい、はい、また準備を取ってそれにしても寒いね。スタジオは暑いね。スタジオの中はでもね、暑い。はい、本当はあの今日は1度ぐらい上げようと思ってきましたけども、今日なんかすでにオープニングから、はい、もうペッパー君のおかげで2度3度上がってますね。10度くらい上がってる。夏になっちゃったから。もう煮え切っちゃったでしょ。もう煮え切っちゃって、もう溶けかけ。溶けかけ。はい、じゃあそんな溶けかけのところで、はい、じゃあ今日のテーマ、内気な性格の人。もう一人でも営業マンになろうとした場合だ、うん、そうなんです ね、うん、でどうでしょうかね、金さん。営業マンって今言ってくれたけど、うん、どちらかというとそのコミュニケーション力、うん、ね、能力が高くて、なんかバリバリ、内気な人はダメな感じがする、ね、な感じがしますよね、うんうん、どちらかというとね、内気な人は不向きかなって言われるんですけど、しかし実際はですね、うん、内気な人の方が、うん、あの営業マンとしては営業には向いてます。そうなんだ。はい。あら。はい。逆。なぜでしょうそれは。なぜか3つ、はい。そうですね。で、じゃあ先に、まずはその外交的な性格の人が営業で結果を出せない理由からちょっと話してみましょう。ああ、うんうんうん、ね、で外交的だと結果が出ない理由、これはですね、外交的な人の方が自分の話術とか、うん、こうスタイルを使ってまあ契約を取ろうとするんですけど、うん、今ですね、その消費者の方が賢くなってしまって、うん、なんかでもこの売りつけられるのを警戒して慎重になっちゃうんですよね。あ、逆にね。逆に。あー、うん、来たなって感じだ。そう、もう来たなって感じ。あー、はい、分かる。あ、来たっていう感じですね。ブティック行っても寄ってくると、うん、来たと思って。そうそう、来たな、構いません。構える構える。で、うん、こうね、うん、そうです。そうなんですよ。お、うん、もうね、今の時代もうこうかな。でやっぱりその外交的な営業マンっていうのは、この巧みな話術とかスタイルのせいで、うんうん、まあ、少々うさんくさい印象を持たれてしまいがちなので、確かにあるね、うん、だからね、今度は逆に、うん、そうだからそのたくさんの出会いには恵まれるんですよね、オープンだから、うんうん、なんだけど、その相手とビジネスにつながる深い信頼関係を築くには、うん、これはね、実はその社交性とか話術だけではないんですよね、うんうん、つかみはいいかもしれないけどって感じでね、警戒もされるよね。そうなんですね、うん、だからその、ね、私はあの営業の学校っていうのをやってますけど、やはりその最初に来る人はトークを話術を求めてくるんですよね、うん、そうね、学校にね、うん、そうそう、はい、うん、なんだけど結構ね、その話術から入るんだけど、うん、やはりその話術をそのトレーニングしているうちに、うん、その自分の内面的なところ、うんうん、やっぱりこう内面的なところのクリーニングっていうのかな、なんかこう立て直しっていうのかな、ちょうどいい状態にするのがね、うん、その人に合わせるとかね、そうです、うん、だからまあ今日はあの内向的、外向的がそのどうかって話をしてるんですけど、うん、要はその人の内面のあり方みたいなところになってくるんですよね、なるほど、うん、そうです。で、その中で、今日は、うん、じゃあね、内気な性格の営業マンの方が結果が出る3つの理由でいきます、うん、もう今日はね、あの3つ全部出した、全部出した全部出した、これね、めくるのがミスる本番中にじゃあこうやって隠してくれる、うん、はい、そうね、うん、でもね、これ今日はね、理由3つあります。あ、理由1、途中までしか書いてないわざ使ったな考えてきました、考えたね、はい、本番5分前に、はいはい、このテロップ実は本番前に書いてるんですけど書いてきてないんですよね、はい、
理由1、はい、深い信頼関係が気づける。まあそうか、うん、じっくりと来てくれるからね。そうなんですね、じっくり話ができるんだ、うん、そうそう、ほら内向的な人の方が相手に迷惑かけたくないなっていうエネルギーが実は強いんですよ、とっても高いんですよ。ちょっとその優しさが伝わってくるかもね、うん、そうですね、うんうんうん、だからそういう人がその営業的な活動をちゃんと覚えてやると、そうするとその相手のことを考えながら営業しますから、むしろその売り込むというよりも相手の話をこう聞こうとする、うん、その聞き営業とかね、そのあちょっとピンときちゃった、わかる、あなたから聞きたいと思うわ。そう、あなたから聞きたいね、うん、なんかそっか、そうなんですよね、なるほど、そう、それがね、そのなんかその相手に側にしてもその売り込まれるという感覚が感じられないので、うん、その接してても余裕があるんですよね、うん、その相手側の方もね、かなと思うね、確かにね、そうです、だからその買うときは、うん、買うときはこの人から買おうかなって、うんうん、まずその思ってもらえる、そういう気持ちになるからなんですよね、うんうん、でその、まあ、まずはですね、その重地気な性格の人は相手の気持ちになって考えることができる、うん、で深い、それで深い信頼関係を築くことができるというのがまず理由の1です、ね、はいはい、2つ目いきます。ターゲットを絞ることが、自分のお客様はこういう人が自分のお客様かなというターゲットのことをターゲットと言いますけれども、ターゲットを絞ることが営業さんの側から見てるの、うんうん、そうです、営業さんの側から、内向的な営業マンの方が、その全体じゃなくて、僕の得意はここだけって、そうです、もう自分のお客様を、うん、こういう人は自分のお客様かなっていうことを絞ることが、手裏剣は投げないわけだな手裏剣か、手裏剣か、もうここだけドンと言う、すいません、もうだいぶ緩んで、スタジオの温度が上がってそれがだいぶもう、はい、おかみ緩んでます。一本釣りでいたけどな、はい、一本釣りはい、もう答え言っちゃいます、はい、こっちのペースに戻したいと思います、はい、ターゲットを絞ることができるなるほど、そうですね、ね、その内向的な営業マンは、顧客になり得るターゲットをよく研究しちゃうんですね。あー、うん、じっくりと、そう、じっくり研究しちゃう、おーおーおー、うん、でこうその不特定多数な表面的な出会いよりもそのターゲットを絞った一対一の意味ある出会いを求めていきます、うんうん、やはり逆にその、まあ、こう社交性というか、うん、外交性じゃない分、うん、そのこう自分の、うん、付き合う相手っていうのをこう見極めていくところが、うんうん、逆にその営業活動としては、うん、その自分のがサポートできるお客様っていうのを絞り込むことができるんですよね、うんうん、はい、だいぶ内向的な人の方がいいと思い出したよ、思い出した。だいぶそっちの方がいいなと思うね。そうでしょ、うん、じゃあね、理由の3番目、最後3番目いきます、はい、うまくニーズを引き出すことができる？できる。なんで？なんでだろう。できるか、上手に、うん、内向的なんだよ、うん、そうです、そのほらさっきも聞き営業って言ったでしょ、うん、理由一の時に、だからその内向的な人は外向的な人に比べて聞き上手である傾向が強いので、信頼関係もできてるから引き出せるんだ、そうそうそう、うん、そうなんですよね、だからこうニーズを聞き出してやはりその内向的ですから、うん、その反応相手の反応を敏感にチェックしがちなんですよね、うん、かえって外向的な方が相手の反応を無視しがちなんですよ。わかるそれこういう感じだね、そう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 、斜め、うん、このぐらいからね、そうそう、だから反応に敏感なんですよね、あ、うん、だからそれをこそチェックしながらその相手の関心ごとにその会話を進めていく、ね、で結果その相手に価値があるその提案にその導いていくというその信頼関係を築くことができるんですよね。どう、これで内気な人は営業に向いている、向いている、向いているわ、ね、本当だわ、そうですよね、うん、だからこれはね実はその外向的な性格の人よりも実はその結果を見たら内向的なタイプ、うんうん、そういう人が、だからじゃあ本当に大きなイベントとかでイエーイとかいう時は外向的な人が行けばいいし、うん、いろんな人がいたらいいんだね、うん、営業マンさんもね、うん、そうですね、だからあのよくね、ほら、あなたおしゃべり上手だし、話上手だし、外交的だから営業に向いてるわよって言われる方、うんうん、そういう方が結果が出なくて困ってるっていう相談多いです。あ、うん、なる
ほどね。そうです、今日勉強になったわ。営業マン見つけよう、うん、内向的な、内向的な人、はい、内向的な営業マン募集中です。クリスタル募集中、はい、今クリスタル営業関係募集中ですから。そうですね、はい、そうです、はい、内向的な人、ね、はい、チャンスありますよ。はい、はい、では、最後にインフォメーションさせてください、はい、次回、4月22日ですね、ここは内向的な営業マンが結果を出せるその後、そパート2があるので、はい、その続きをお話ししたいと思います。もう来週来たら何するかな、来週する。はい、営業の学校、営業の学校は、インターネットで無料のオンライン講座をやっています。20分で売れるトーク、売れないトークが学べます。スマートフォン、パソコンから最強セールス .jp と検索すると一番上に出てきますから、一度アクセスしてみてください。営業パパ、松哲でした。勉強になった。ちょっと早くちょっと早く